よしさん財前五郎さんのね悩んでも患者のためになるとは限らない、まあ、これはね里美さんをねやり込めようと思って発した「まあ、わらがき」の言葉だっていうことがね、えー、実は原作を読んでると分かるんですけどもあのどういうことかっていうと、まあ、悩んで出た結果っていうのは、まあ、大筋で多くの患者さんのためになるんですよでも100%患者さんを満たすことはできない。 えこの矛盾とともにね財前五郎さんが今度はね他者に対してまあ何て言うかな関口弁護士っていうのが出てくるんですけどねその人とのやり取りの中で突きつけられた言葉がまたね、えー、伏線回収になってるんですよねそれはですね財前五郎は有名な外科医としてその手腕を振るって3000人以上の患者さんの命を救ってきたんですよねでも医療ミスと言われる今回の 白い巨島のテーマになっている佐々木洋平さんの、まあ、死に対してどう責任を取るかってことを関口弁護士に突きつけられたときねこういうふうに言うんですよ三千人を救っても一人を死なしてしまったらそれは許されないよって、うん、だから患者さんのためになるとは限らない、うん、私に頼んだからといって手術で全員が救えるとは限らないっていうようなことを、ね、一貫して正当化してるわけなんですよね そしててこうも言ってますそんな奇弁を言うべきではないというふうにね関口弁護士に言われた時にいやそれはね弁護士さん命の狭間に立ったことがない人の愚かな言い分だよと私は命の狭間に立って常にギリギリで神経をすり減らしてその技術を振るってきたんだその中で助けられない人の一人や二人がいたからといって大多数の人は助けてきたじゃないかってことを言ってるんですよででここで さとみさんに突き放した一言がまあ自己矛盾を起こしてるんですよね悩んだからといって患者さんのためになると限らないんだよっていうふうにさとみさんには言うんですけどもそうなんですよね限らないんですよでも大筋じゃうまくいってるんですよいやこの辺がねなかなかねずっと白い曲を見てるとぐるぐると回転していってうんいろいろとね思い出させるものがあるんですよねで今回 ちょっとお話したいのは、またね、白い挙動から離れるんですけども、あの、みんながダメだと言うから成功すると思ったっていうね、藤田伝さんの言葉なんですけども、これも私なりに解釈すると、みんながダメだっていう風にして手を出さないから、だから、ライバルがいないんじゃないかなって考えることに続いてるんじゃないかなと思うんですよ。で、私もそのインターネットビジネス、広島ヒルズ速下塾ってもの、広島でやった時は、 インターネットで検索してネットビジネスとかね、アフィレートを教えてる人は広島にいなかったんですよ。とりあえずいなかったんですよ。っていうことはみんながやってないから、俺がやったらどうなるかなっていうふうなね、独創体制取れるんじゃないかなと思ったら、まあね、未だに広島で私ほどの活動量でインターネットビジネスを広めた人って未だに出てきてないですね。で、即果塾ってものを始めて、それから弟子はたくさんできましたけども、今度ね、私広島でもう一回ね、あの今月、 セミナーやろうかと思ってるんですよだからねやっぱりまあまあ人数集まりそうです。ね、何年も経つんですけどもやろうかなと思った時にはみんな速下塾に帰ってきてくれるちょっと新しい挑戦が始まりそうですね。うん、みんながダメだと言うから成功すると思った、うん。この考え方がいるんでしょうね。みんながうまくいくと思ったら2つの意味でそれはうまくいかなくってみんながうまくいくって判断するってことは 過等競争に陥りやすいってことそれからみんながうまくいくんじゃないのって言ったその人たちははっきり言ってビジネスの素人で大筋はサラリーマンなんですよねでサラリーマン目線でうまくいくって言ったものはうまくいかないだろうなと起業家つまり社長とサラリーマンって全然相反する思考と行動を取ってるんですよ社長ってのはなるべく社員を使い倒したいしなるべく給料を払いたくないわけですよねでも従業員は 少ない時間でたくさん給料もらいたいんですよ。もう相反してるわけですよ。でそう考えたら全部じゃないにしてもうまくいくいかないという判断もまるで逆になってるのかなと感じるとことができたりとかね。まあ、捉え方次第ですね。うん、まあ、でもね、うん、悩んでも悩んでもお客さんのためになるとは限らないっていうのは吉谷さんも私も共通したことですよね。コンテンツ発信してこれはいけるだろうと思ったものが結構ね。あの 不発ってことは結構ありますからねだから別のアプローチ別のルートが見えてくるとも言えますけどねはい、じゃあ以上です